今日もくだらない一日が始まる。朝起きて、物を食べ。昼になって、物を食べ。夜になって、物を食べ。また朝が来て、同じ日がやってきた。おい、なんだこりゃ。酒に狂った父親。こんな鬱な毎日。毎日くだらないけど、時にはいいこともあった。この男が気まぐれで私に与えたお下がりのスマートフォンとノート PC。 外の世界を知らない私は、果てしなく広がっているネットの世界に夢中になった。また始まった。父親の狂乱。気が狂いそうな家庭環境。ただ一つ、こんな私にも希望があった。時折スマホに届く妹のさなえからのメール。向こうは母親と暮らしていて、温かそうな暮らしをしている。私はそれが純粋に嬉しかった。でも、あの子からのメールも一年前から途絶えて。お前も俺をバカにするのか。あの女といい、どいつもこいつも。出やる。酒に酔った男は床にあったナタを手に取って私に迫った。一切愛情のないものを見る人の目ってこうなんだ。私、父親に殺される。もういいや、どうでも。楽になれるからいいか。もう汚いもの口に入れなくて済むし。でも、死ぬ前に一度。ネットで見たエニグマってところに行ってみたかったな。目をつぶって観念したか。汚らわしいバイタの娘が。クズの母親から生まれた姉妹は二人ともクズだろう。神もお許しになるさ、クズ姉妹が。やめて。ん？あ！いや、腰を。なんだ、立てん。おい、お前、何をする気だ。させない、させない。おい。怯えて動けなくなった父親の腹の上に座って、手にしたナタを振り上げる。おい。
正当防衛。あの日から数日間、世話するものを失った私は、脱水症状で死にかけていたところを、偶然様子を見に来た市の職員に保護されて、一命を取り留めた。私の汚い悲鳴が、毎日周囲の家に響いていたのが、通報のきっかけになったのだろう。その場の状況から、父親殺しといえども、正当防衛が認められ、3ヶ月のカウンセリングを経て施設を出た後、私は罪には問われなかった。だけど、事実が無になるわけではない。頭の中から消えてくれない。あの男の最後の顔は、一生消えない罰として、私を呪い続けてゆくのだろう。霧の立ち込める古びた町の中、私を乗せた黒い車は、町の真ん中にある大きな真っ白い建物の前に止まった。この辺り一帯は湖と森が多く、空気に水蒸気がたくさん含まれていて、湿度が高い。山に囲まれ地面を冷やし、ここは一年を通して、昼も夜も霧が晴れない。リズ・ショアラは呪われた町。年中霧が煙り続けるその気候から、気味悪がられそんな風に囁かれているそうだ。聞くまでもないことですが、形式上聞きますね。あなたは、舞遠山さんで間違いは？間違いありません。私は、舞遠山です。はい、確認しました。舞さん、今日からこのワーズワースが新しい家です。お父さん、あの人のことは、あれは悲しい事故。あなたは悪くないのだから、どうか気に病まないで。舞さんは強い子、間違っていません。幸せになって良いのですよ。お世話になりました。さあ中へ、ミドラ先生がお待ちですよ。ようこそ、マイ。私は当女子寮ワーズワースの寮母、ミドラです。こんにちは。女子寮？児童養護施設という呼び方を私は良しとしていません。ここはあくまで寮であり学校。家庭に問題のないよその子たちとここの子たちに差はありません。なるほど、感服です。ミドラさん、お伝えした通り、この子は大変困難な状況から前向きに歩き始めたまっすぐな子です。どうかその最初の一歩を、ワーズワース女子寮と先生方の大きな愛で支えてあげてください。歓迎しますよ、マイ。ここではお前と同じように辛い思いをした子供たちが身を寄せ合って仲良く美しく生きている。大人を頼り、己を磨き、世に羽ばたいて輝ける立派な淑女になりなさい。女性はきっと全ての困難を乗り越えて世界でより活躍していける存在になる。舞、お前にも期待していますよ。それにしても、どうしてこんな辺境の町の小さな寮への編入を？舞さんたっての希望でこちらを選びましたが。早苗がいるって聞いたから、お願い、会わせて。早苗？私の妹よ、いるんでしょ、会わせてよ。舞さん、ダメ、
落ち着いて。早く、何してるの、合わせてって言ってるのに。マイさん、はい、マイさん、落ち着きなさい。ゆっくりと息を吸って。マイさんのご両親は婚姻解消後、お父様がマイさんを、お母様が妹のサナエさんを引き取る形で新しい生活を送られていましたが、この度お父様が亡くなられたので、マイさんをお母様のもとへお送りしようと我々の方で調査をしたところ、すでに亡くなられていたのです。お母様の意向により、サナエさんはこちらに入寮されたと報告書が上がっていたので、マイさんもここへの編入を希望されたという経緯なのですが。日野田君、お前は神の試練を背負って生まれてきた子なのですね。書類の情報が錯綜しているのかもしれません。この寮には早苗遠山という子が在籍したことはありません。そんな、落ち着きなさい舞。宿女は簡単にうろたえてはなりません。今日は長旅で疲れたでしょう。部屋に戻ってゆっくりと休みなさい。早苗さんの件は明日からどうするか考えましょう。お願いします。私どもの方でも書類の再調査と情報の精査を行ってまいります。はいはい、ではでは、あなたの荷物を運ぶわね。あ、こんにちは、舞。私はこの寮でみんなのお世話をするメイドたちを指揮しているメイド長のシズ、シズメロニスよ。以後よろしく。はい。疲れた。サナエ、久しぶりだな、一人になったの。新しい子がうちに来るってお母様言っていたっけ。じーかわいい子だな。こんな子と同じ部屋だなんて嬉しいな。よく寝てる。起こすのかわいそうだわ。寝かせておいてあげよっと。知るもんか。
ルームメイトなんているんだ。面倒だな。それにこのエルストレインって何なの？お祈り？妹のサナエの手がかりが何かないか。朝食まで寮を歩いてみよう。あんた新入りね。待ちなさいよ。止まりなさいよ。私はここに来て2年目、両家の生まれのビーナマイルスよ。ま、あんたの先輩。この子たちはモリーとピック、私の魅力に屈服し、自ら進んで身の回りの世話を焼いてくれてる。バカみたいね。あ？なんか言った？私はマイ。ねえ、サナエって子、知らない？質問してるのこっちなんだけど。知らないわよ。そんな子聞いたこともないわ。バカ！答えるなよ。まあいいわ。おい新入り、これゴミ捨てといてくれる？私の当番じゃない。あ、口答えしちゃう？じゃあずぶ濡れになろっか。マイ、私は切れたら生き物を殺すことだってできる。
あんたなんかと違うの。そう。ビビった、ビビってる。殺せるんだ、あなた。何よ、急に近寄ってきて。殺せる。何よ。それを自慢にするなんて、バカに見えるからやめた方がいい。もう許せないわ。許せない。二人ともこいつを外に出して床に押さえつけて、泣くまで髪切ってやる。絶対泣く。ギレギレ。ついでにちょっとだけ耳も切ろう。もうすぐ朝食の時間だけど、先生たちにバレない？構うもんか。こいつの態度だけは許せないわ。その綺麗な髪バッサリ切ってやるわ。泣いたって許してやんない。やめて。もう死刑執行だから。私が刑を決定したから。やめてよ。何よ急にでかい声。君よ。はーい、舞の髪の毛ちゃん、バイバイ。なんかこいつやばくね。その声よ、その声が聞きたかったのよ。ほら、こらビーナ、あなたはまたやめなさい。お母様に言いつけるわよ。ロットだ、やばい。ち、逃げるわよ。大丈夫？はい、ハンカチ。あの子たちはいつも新しい子が来るたびにああしていじめようとするの。困ったものだわ。ハンカチじゃ足りないね。シャワールームに案内してあげる。ついてきて。私、ロッテン。ロッテンドールハートよ。ロットって呼んで、友達になりましょう。あれれ？一応、お礼は言うわ。ありがとう。でも私は、一人でいい。おっかー。可愛い上に強い子だな。バースでは使用人も寮母も寮生も皆一緒に食事をするの。昨日新しく入った子ね。私はアビゲイル・ウィリアムズ、寮生長を務めさせていただいています。学校でいうところの生徒会長みたいなものかしら。困ったことがあったら何でも相談してね、舞ちゃん。よろしく。ここいい？座ってからいいも何もないでしょ。お許しありがとう。主よ、この食事の恵みを心から感謝します。エルストレイン、父と子と聖霊の皆において。エルストレイン。
エルストレイン、神よ、感謝いたします。そのエルストレインって何なの？この町の教会が信仰している慈悲深い神様よ。大きな愛で私たちを守り導いてくださるの。そう。昨日の夜ご飯食べてないからお腹空いているでしょ。ロットの卵焼き食べる？いいよ、私胃が小さいんだ。ダメだよ、さっき見たけど胸はあるのにあばらが浮いてて明らかに栄養が足りてないわ。お尻もちっちゃかった。徐々にでいいからしっかり食べるようになってね。さっき見たって何？え、シャワー覗いてなんていないよ。あんたさ仲がいいわね。この後の授業は街に出ての奉仕活動、しっかり食べないとへばっちゃうよ。街に出る、そうなんだ。君はきっと教会エリアの清掃活動が割り当てられるな。寮の恥とならぬよう粗相のないように行動しろ。サラ、最初からそんなに厳しい言い方は良くないわ。アビゲイルは甘すぎる。浮ついた気持ちで失敗させたらむしろかわいそうというものだろう。そっか。舞ちゃん、この子はサラ・パトナム、私の大事なお友達。口は悪いけど本当は優しいの。よろしくね。口が悪いは余計だ。よろしく。ああ、この寮にはいろいろとルールがある。24時を過ぎたら部屋から出るなとか。まあ少しずつ覚えていくといいな。くそ、あの新入り何チヤホヤされてんのよ。ムカつくね。でも寮生長まで味方につけられたらちょっと面倒くさい。関係ないし、私は誰にも縛られないし、街に出たら速攻に突き落として今度こそ泣かせてやるわ。それいい、それいい骨折れるかな。はーい皆さん、それでは手を合わせて。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日はこれから街での奉仕活動の日です。このワーズワース女子寮は町の皆様の寄付と温かい目に見守られて成り立っています。普段からの感謝を込めてしっかりとご奉仕してきてね。今日もみんなそれぞれルームメイトとの行動ですよ。ルームメイト、そういえば私にもいたっけ。誰だろう。フンス、あ、フンス。ま、はあ、食器下げなくていいの？メイドさんたちのお仕事だからお任せしていいんだよ。行くわよ、教会エリア。ウィーナ、お前たちは森エリア周辺のゴミ拾いです。